の心置きなく。皆さんこんばんは、小春好美です。この番組は私小春好美がいろんなことを心置きなくおしゃべりしていく番組です。本日は10月9日、なんと明日はスポーツの日で祝日だそうです。今日は3連休の2日目でした。なるほど。みんななんかスポーツしてます？スポーツの秋とは言いますが、まあ断然みんな食欲の秋だよね。うん。私は日頃から運動してるわけではないんですが、まあ家で筋トレを再び始めましたっていうぐらいで、体型に変化は特に起きておりません、まだ。趣味にするならどんなスポーツを？バドミントンがすごく好きなので、で以前羽バドという作品に出演させていただいていたので、共演者の方でバドミントンやったりっていう機会が当時はあったんですよ。で今は全然なくて、ただでもそういうお友達はいるのでやろうと思えばできるんですけど、やっぱさ、相手がいないとできないじゃん、スポーツってさ。だからなかなか難しいなと思って、だからいつかね、ここらじでロケができるんだったら、作家さんを相手にバドミントンをするとかって楽しそう。1時間もやってくれんの？いや、いいですけど。私、顧問の先生のメガネに当てるの得意だったんですよ。ビクビクしてる作家さんが。いや、もうそんな命中率はないですけど、そうなんかスマッシュ打つのが、なんだろうな、いわゆるそのスピード感はなくて、そうで、クリア打つ時も、クリアって遠くにこうふわって飛ばすやつがあるんですけど、あれも飛距離がこうなかなか出ないタイプだったから、そんなに、なんだろうな、戦闘力というかがあるタイプの人間じゃなかったんですけどね。でもできたら楽しいなと。バスケも小学校の時やってたから。いや、でも小学校だもんね。何年経った？はい、スポーツをしてくれるお友達をこちらで募集しております。よかったらご応募ください。はい、それではそろそろ参りましょう。今回も私のおしゃべりを心置きなくお楽しみください。さんからいただきました。小原の声で聞きたい日本語、ししゃも。小原好みの心置きなく。改めまして、小原好みです。ししゃも、僕は魚料理の中でもししゃもが大好きで、それゆえに中学生の給食の時には1日に10匹も食べたことがあります。普通は一人3匹ぐらい出されるのですが、隣の席の友達からいらないからともらい、さらに休みの人の分をじゃんけんで勝ち取り、さらには隣のクラスからも提供されてきました。さすがに一人でこんなにししゃもを食べてる中学生いないと思います。小原さんはししゃもは頭から食べる派ですか？尻尾から食べる派ですか？よければ教えてください。僕は頭から派です。ししゃも好きなんだ。いるよね。私は正直そんなに得意じゃないんです。苦くって、ただ味覚が変わってると思うから、すごい美味しいってなるとは思うんだけど、確か無印にもししゃも売ってなかったかな。なんかあったような気がするけど。給食出てたね。懐かしい。いやでも確かに10匹食べる人は見なかったな。なんか すごいね、野菜スティック感覚でもうバッて入ってんの10匹。へえ、でも絶対健康にはいいからね。ちょっと今日帰り見かけたら買って食べてみようかな。ありがとうございます。
ではここからふつおた読んでいきます。ココネームなんてこった山口さんからいただきました。ありがとうございます。ココちゃんやっほーやっほー。スノーマン佐久間大介の待って無理しんどいへのゲスト出演会を聞かせていただきました。ありがとうございます。デビュー当時のお話から数々の作品のお話を深掘りされ、かぐや様で藤原が鼻血を出したシーンの分析など、佐久間さんが細かいシーンまで触れられており、しかも国レディオや街角魔族のニコ生特番までチェックされているようで驚きの連続でした。そんな佐久間さんが導かれるように、アホな演技に対する向き合い方も語られており、改めて声優小原好美さんの奇跡を振り返っているようでした。佐久間さんのような、喋りの達者なオタクになりたい人生でした。なるほど。ありがとうございます。そうなんです。出させていただきまして、いろんなところでお名前を挙げてくださっていたのはもちろんずっと知っていたので、今回お礼をやっと言えたなと思って、こういう機会ないと多分お会いすることってなかなかないと思うので、ありがたいなと思いつつ。いや、すごいよね。なんかでも、お会いして、まあ、もうちょっと数年前までは普通に純粋にアニメが好きっていう風に言っている方だったと思うんですけど、やっぱり好きってことをずっと口に出してこう伝えていたからこそ、映画の主演を務められたりとか、アニメ映画のね、主演を務められたりとか、今ではアニメのレギュラーをお持ちになってたりとかって、すごい環境が変わったと思うんですよ。佐久間さんにとっても。こう、声優としての。だから、すごいなと思って。だからもちろん、収録してない、録音されてない時も、なんかお芝居に対する向き合い方、なんかただただ好きじゃなくて、自分もやる側になって、やっぱ立ち位置とか見方が少し変わってきたからとか、今いただいてる役への向き合い方とかすごく考えてらっしゃるんだなと思って、なんか、なんだろうな、今後いろんな作品に本当に出られるんじゃないかなって、その本編でも言ったんですけど、いつか掛け合いできたらいいですねってお話ししたんですけど、なんかその夢が叶うんじゃないかなってちょっと思ったり、しました。やっぱお話しして思ったんですけど、佐久間さんはすごくアニメに向いてるお声をされてるなって思いました。なんか、スノーマンとしてのこう活動をされてる時の佐久間さんも、まあもちろんどのメンバーの方も声が通るし、お歌も上手だしってあるんだけど、なんかその中でもやっぱ好きだからこそ見てきてたからこそのなんかそのアニメのその声優としての感演じる時のね感が多分いいんだろうなって、なんかこう佐久間さんがこう声を当てられてるのって実は私拝見しているんですよ。ご本人に言えばよかった。そう。だから、いろいろ悩んで、向き合っているっておっしゃってたけど、でも多分その、演じる上でのこう、自分の中の感覚っていうのが、もう、きっとあるんだろうなって思って。だからこそいろんな作品に出られているんだとも思うし。だから今後、ね、いろんな作品に出られるようになるんじゃないかなって思いました。純粋になんか、役者仲間としてまたお会いできたらいいなって思いましたし、あとはそうね、たまたま佐久間さんが出られてる作品に私が出ている率が高いっていうだけなのかもしれないけど、でもすごいいっぱい見てくださっていて嬉しいなって思いました。藤原のその分析とかもマニアックかよと思って突っ込んじゃったけど、いやなんか役を人間として見てるって話をそのラジオの方でさせていただいたんですけど、なんか言わなくてもそれが伝わってたんだっていうのがすごい私の中では衝撃的で、雑誌の方でもなんかそのことを書いてくださったんですよね。本当にお芝居好きなんだなっていうのが伝わってくる方なんでってこう書いてくださったのを見た時に、なんかとっても嬉しくって、なんかお声が好きですとか、なんか自分の好きなキャラクターをよく担当されてるからっていう風だけじゃなくて、なんかお芝居が好きなんだろうなっていう風に思ってって言ってくださったのがとっても嬉しかったから、それも合わせてお礼をお伝えできたのが本当に素敵な嬉しいありがたい時間だったなって思いましたね。
だからまあ佐久間さんが一番最初に見つけてくれた茜ちゃんのような、水野茜ちゃんのような、またピュアピュアなねお芝居ができたらいいですね。最近アホばかりなのであとは92年の同級生ってことなので、またなんか番組に同級生会みたいな感じで呼んでいただけたら、ここら辺にお呼びするのは難しいかな。お招きできたらいいなとは思ったんだけどね、なかなかスケジュールお忙しいと思うから、いつかもしスケジュールが空いていたらぜひいらっしゃってください。佐久間さん、お待ちしてます。はい、では続けて読んでいきます。ココネームカツオ兄ちゃんからいただきました。ありがとうございます。ココちゃんこんばんは。こんばんは。先日開催されたくのいちつばきの胸の内のスペシャルイベント、お疲れ様でした。ありがとうございます。朗読劇や振り返りトークなど、作品に関する内容はもちろん、まるで茜組がそのまま現実に出てきたのではないかと思ってしまうほどの、わちゃわちゃ感満載のバラエティコーナーあり、そしてライブありと、本当に盛りだくさんで楽しいイベントでした。ココちゃんと内山さんの事務所の先輩後輩でのやりとりをはじめ、キャストの皆さん、そしてキャラクターたちのやりとりがどれも本当に面白くて、お腹を抱えて笑ってしまったりと印象に残ったことはたくさんあったのですが、その中でも自分が一番印象に残ったのは、最後の最後、ライブバードで犬班が揃って登場された時のことでした。リンドウは途中からの参加ということで、犬班がエンディング曲の茜組活動日誌を歌っている際はまだ登場されていなかったので、今回リンドウも含めた犬班4人での茜組活動日誌を聞けた時には思わず泣きそうになりましたし、その後に出演されていた、班長や先生も加えての茜組活動日誌、そしてさらに大好きないつも隣でも聞くことができて、本当に本当に嬉しくて、参加してよかった、参加できて幸せだったと強く感じました。今回のイベントのおかげで改めてくのいちつばきの胸の内が大好きだなと感じることができました。本当に楽しく感動できる作品イベントをありがとうございました。もしできればイベント中や裏側での印象的なエピソードなどありましたらお聞きできると嬉しいです、というお便りです。ありがとうございます。そう、先日行われました。やっと犬班として私、皆さんの前に出ることができました。それ以外だと本当にくのいちつばきの胸の内のラジオに出演しただけだったんで、犬班揃ったのも嬉しいし、それ以外の皆さんともご一緒できたのが嬉しかったです。やっぱご時世っていうのもあって、全員一緒に揃って収録がなかなか難しかったんですよ。てか、できなかったんですよ。だから、本当にあのイベントでよりこう、なんだろうな、仲良くなった感じがしました。うん、なんかいっぱいいろんなお話をそれぞれとできたし、なんか作品じゃないガールズトーク的なお話もできて、なんか楽しかったなって思いました。間接的に小原さんのお話は聞いたことあったんですけど、今回ご一緒できて嬉しいですとかって言ってくださる人も叩いて嬉しいなって思ったし、あとはそうですね、内山さん先輩なので、事務所の、そうなんか朝お会いした時に、私先生だからさ、どうしよう、どの立ち位置でいたらいいかってそうそうするよっていう風にお話ししてくださって、私も言うて犬班なんですけど表に出るのは初めてだから、そうなのとかっていう話をしたりとか、あとまあ他の作品だと無職転生でもお世話になっているので、そうなんかそっちで築き上げた仲と、あと絆もあったので、イベントでもそこが活かせたのかななんて思ったりしましたし、改めてこう林道として参加できたこと嬉しかったな、幸せだったなって思いました。なんか皆さんのお顔見ててもくのいちつばき楽しんでいただけているんだなっていうのをひしひしと感じましたし、あとは犬班の4人で今度またプチ打ち上げしようねって話をしているので、それが実現できたらまたお話ししますね。ありがとうございます。では続けていきます。ココネームとんこつカカオさんです。ココちゃんこんばんは。こんばんは。急に涼しくなり夏の終わりを感じますね。私は今とても寂しいです。
私は夏がたまらなく大好きなので、秋の匂いが漂ってくる頃は大好きな恋人と別れてしまった時のような心にぽっかりと穴が開いた気分で過ごしています。朝起きたら太陽からのエネルギーに満ち溢れた空気を吸い、夜まで明るくていっぱい遊べてしまう、そんな最高の季節が来年までやってこないなんて信じたくありません。どうした？秋はご飯が美味しくて、冬は星が綺麗だということは重々承知しております。それでもいつまで経っても夏が恋しいんです。ココちゃんはあまり夏がお好きではないとおっしゃっていたと思います。私に秋と冬が大好きになってしまうような素晴らしい魅力を教えていただけませんか、という。何、どうしたの、豚骨カカオさんは。なんか夏に何かあったの？失恋をしたの？わかんないけど、でも特に好きだっていう季節があるのはいいですね。ただ終わるからいいんじゃない？終わるから好きなんじゃない？だってずっと夏だったら好きって感情なくない？で思いました、これを読んでる時に。どの季節も春夏秋冬、どの季節も終わってまたやってくるから好きとか嫌いってなると思うんで、だから終わって寂しいなっていうのはどの季節も感じますし、私は。で、次の季節が来た時の匂いがやっぱわかるので、あー夏が来るなーとか、あー冬だなー、冬の匂いがするなーって、なんかあるじゃん、帰り道とかさ。そう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 、だからなんかこう季節が移り変わるのって、まあ、四季があるのはやっぱ日本ならではのことだとも思いますし、あとは夏じめなんかこうむわってするのは日本ぐらい、アメリカ行くと暑いけどカラッとしてるんだってとかって、その同じ夏とは言ってもやっぱ体感の仕方が違うっていうから、だからその国ならではのこう夏を味わえているのかなとも思いますし、私は言ったら冬が一番好きって当時言ってたんですけど、最近は冬も好きですけど春がやっぱ好きで、桜が咲くけど咲き始めてほんと一週間ちょっとでも散っちゃうじゃないですか。もうちょっと長く咲いててもいいんじゃないかって思うんだけど、でもああやってすぐにずっと待った中で綺麗な時間が一瞬だけ、また来年っていう風になるのが、なんか儚さとかそういうものを感じて、なんかより季節の良さっていうものを感じるんじゃないかなって思うから、私はなんかすごいその季節の移ろいが好きだから逆にいいと思いますね、寂しさを感じているっていうのは。ちなみに春は桜が咲くから好きなのと、あと空気がすごく好きです。秋はなんかのんびりした時間が少し過ごせる、あとは洋服が楽他にもいろいろあるけどね。あと冬はイルミネーションとかそういうのもあるんですけど、冬の服装が好きっていうのもあるんですけど、私は実家住んでた時ですけど、帰った時に石油ストーブがついてて、その石油ストーブの音と匂いがすごく好きでした。あ、帰ってきたなとか、冬って感じがするからすごく好き。でも消すとすぐ寒くなるっていう感じもすごい好きでした。はい、これからもうすぐ冬来るよきっとね。ぬくぬくしましょう。はい、ということで普通歌はここまでとさせていただきます。ここからはこちらのコーナーをお届けします。そうだ、川越に行こう。こちらはおすすめの川越のスポットや川越でのエピソードなど川越に関するメールを紹介していくコーナーでございます。はい、そしてついに来週の、15日土曜日、16日日曜日は川越祭りです。これを聞いてくださっている方の中に川越祭り行くよって方いらっしゃるんですか？行ったらきっとキッさんをお見かけするんでしょうか、きっと見つけられるでしょう。はいでは読んでいきます。ココネームウィルさんです。ココちゃんこんばんは。こんばんは。先日神さんと川越に行ってきました。今回は神さんに誘われて、素敵。氷川神社で、絵馬を奉納したら羽生結弦さんのスケートチケットに当選したので、今度、羽生さんがやる
アイスショーのチケットの当選をお願いしたいということでした。川越ファンが増えましたね。わら。メルコーヒーさんはお休みでしたが、ココアさんには寄ってきましたというご報告メールです。前回も訪れたっていうご報告いただいたんですけど、今回奥様に誘われたってことで。いいね。私もし、いつか結婚して、旦那さんできたら川越行きたいわ。何の妄想？確かに。ああ、でも、川越行くと私は願いが叶うので、奥様と同じ感覚で、なんか、お願いというか、私はご挨拶、お礼とかっていう気持ちも込めていつも訪れるんですけど、ね、こうやって川越ファンが、増えているのは嬉しいですね。あと、ココアさん。私、未だ訪れてないんですよ。もう気づいたら、メルコーヒーの次に聖地になってるんですよね。で、なんか最近ツイッターでお見かけしました。なんか、メッセージノートが追加されたと。で、そのファイルや、ペンやら、すべて無印良品で統一されてるのを見ました。なんかすごい愛を感じましたし、私でも、ココアさんには、そう、訪れてないから、ご挨拶もしてないから、申し訳ない気持ちになって。はい。いつかさらっと訪れられたらいいなって思います。はい。ありがとうございます。では、続けて読んでいきます。ココネーム、ひまわりお兄さんです。ひまわり兄さんか。はい。ココちゃん、こんばんは、こんばんは。ココラジで紹介されてて、ずっと行きたかった川越に、先日、ついに行くことができました。熊野神社や氷川神社はもちろん、大正ロマン夢通りもすごく素敵でよかったです。氷川神社のタイミクジでは、なんと大吉を引けました。いいご縁があるといいな。川越最高でした。また行きたいと思います。という、こちらもご報告メールでした。いや、いいよね。意外と調べてみたら、こういう、タイミクジこう、つって、運勢を占う。そういうのって全国に結構いっぱいあるっていうのを最近知りました。でもするの楽しいよね。あいみくじ、あ、恋愛の方を釣ったんですね。写真をご丁寧につけていただいたんですが、私も年明けて最初に氷川神社行った時に、赤いタイミクジ、普通に総合運っていうか、を見てもらうやつと、あとは恋愛のやつを引くんですけど、赤い方のタイミクジは、3年連続大吉が出て、その後、大吉引けなくなっちゃって、今年また大吉が引けたのかな？そう、結構いいんですよ。ただ恋愛の方はなんか、そんな、大吉とかってシステムだったから、それすらなんかうっすらとしてしまってるんですけどあれ、いいメールなのにいいことがしゃべれないでも良縁だからさ、そういうことだと思うよ。何これはい、なんか終わりですね、私の話が長かったんだろうね。きっと、いっぱいね、新しいお店の紹介メールが来てたんですよ。次回に撮っておきます。ちょっと温めておこうと思います。その前に私行ってこようかな、そこに。楽しみにしててください。ということで、引き続き皆さんからの川越メールお待ちしております。お送りしてきました小原好みの心置きなく、お別れの時間が来てしまいました。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。宛先はおはがきの場合、郵便番号 105-8000 に文化放送小原好みの心置きなくまで。メールの場合はココラジ@joqr.net、
ココラジアットマーク joqr.net です。ココラジのスペルは KOKORADI となっております。私への質問や普通た何でも構いませんよ。ぜひ送ってください。そしてメールを送る際は郵便番号、住所、本名を忘れずにお願いいたします。今回のステッカーなんですけれども、先ほどお読みしました、ココネームひまわり兄さんにお送りしたいと思います。素敵な川越に行ったよっていうご報告メールに対して、私はなんていう投稿をしてしまったんでしょう。いやでも写真ね、ご丁寧に送ってきてくださったんですけど、ココラジのアクキーもね大事にしてくださってるんですよ。本当に嬉しい、本当に嬉しい。その気持ちを込めてステッカーをお送りしたいと思います。お待ちくださいね。はい、ありがとうね。そして現在A&G ショップにてココラジグッズ第5弾アクリルキーホルダー、エコバッグ、グラスのココラジスペシャルセットが発売中です。こちらの商品なんですけれども、16日に開催されるオールスター2022でも、販売いたします。もう送料もかかりません。買いますって言ったらすぐゲットできちゃいますので、ぜひぜひよろしくお願いします。では私からのお知らせです。アイアイスクリーンダブルにてストッチーを演じております。そしてワッチャプリマジではパタノを演じております。よろしくお願いします。そして10月16日日曜日に開催される A&G オールスター2022にココラジも参加いたします。現在チケットは各プレイガイドにて一般販売中です。はい、ということで、お話ちょっとしそびれてしまったんですけど、くのいちつばけの胸の内のイベントがこの前行われた時に、先ほどお読みしたカツオ兄ちゃんもそうなんですけど、いろんなお花をいただきました。本当に嬉しかったです。嬉しさのあまりというか、会場のスタッフの方とあとマネージャーも驚いていて、そのお花の素晴らしさに、なんか私も幸せだなって思いました。で、中にはその林道がつけてるお面のそのまま再現したお花とか、あれすごかったねとか、あとはリンドウのお花でこう作ってくださった方もいて、でそこにお面が添えられていたんですけど、ツイッターで拝見しました。お面がなかったので自分で作ったと、すごく愛を感じました。で写真拝見、こう写真とかお花拝見した時にいろんな方のお名前見て、あ、この人知ってるなっていう方だったり、なんかいろんな方のその愛情というか、なんかそういうものを感じて、すごく幸せな気持ちでイベントをすることができました。皆さん本当に本当にありがとうございます。そして、今週の一言なんですけれども、ココネームニッタンコブーストさんからいただきました。設定、文化祭でメイド服を着せられている可愛い系の男子。男子、男子、私じゃないんだ。ほう、男性になることはできませんが、ちょっとやってみません。はい、ということでそろそろお別れです。ここまでのお相手は小原好美でした。来週のこの時間も心置きなくおしゃべりしましょう。バイバイ。足スースーする、なんか変な感じ。ねえ、本当に僕似合ってるの？もっと可愛い人いると思うし、大丈夫かな？